猿の惑星猿の惑星シリーズ。猿の惑星は人間と知的な猿が支配権をめぐって衝突する世界を描いた映画、書籍、テレビシリーズ、コミックなどで構成されるアメリカの SF メディアフランチャイズ。原作はフランスの作家ピエール・ブールが1963年に発表した小説、猿の惑星。 1968年に映画化された猿の惑星は批評家や商業者の間で大ヒットし一連の続編やタイアップ派生作品が生まれたアーサー・ P ・ジェイコブスはアップ・ジャック・プロダクションを通じて猿の惑星の第一作から第五作までを20世紀フォックスの配給で制作したが1973年にジェイコブスが亡くなってからは フォックスがフランチャイズを管理している。1970年から1973年にかけて、オリジナル作品の後に4つの続編が作られた。1970年から1973年にかけて、続、猿の惑星、新、猿の惑星、猿の惑星、征服、最後の猿の惑星の4本の続編が制作された。 これらの作品はオリジナル作品のような高い評価を得ることはできなかったが商業的には成功し1974年と1975年には2つのテレビシリーズが制作されたリメイク映画の計画はティム・バートン監督のプラネット・オブ・ザ・エイプス猿の惑星が2001年に公開されるまで10年以上にわたって開発地獄に陥っていた 2011年に、猿の惑星、創世記でリブート映画シリーズが開始され、2014年に、猿の惑星、新世紀、2017年に、猿の惑星、生涯戦記が公開されました。これらの作品は、合わせて5億6750万ドルの予算に、対して、全世界で、合計20億ドル以上の工業収入を、記録している。様々なメディアでの、 さらなる物語とともに、フランチャイズの大アップには、ビデオゲームや、玩具などがある。猿の惑星は、人種問題を扱った作品として、映画評論家の間で特に注目されている。また、映画評論家や、文化評論家の間では、冷戦や、動物愛護をテーマにした作品として注目されている。このシリーズは、その後の映画、メディア、アート、さらには、 大衆文化や政治的言説にも影響を与えている。プラネットオブザエイプスと題されたブールの小説のアメリカ初版1963年、フランスの作家ピエール・ブールは猿の惑星を出版した。ブールが動物園でゴリラの人間のような表現を観察して人間と動物の関係を熟考した後、6ヶ月間かけて執筆した猿の惑星は ジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記の影響を強く受けており、人間の本質やテクノロジーへの批判を描くために、SF 小説の体裁を取った作品の一つである。しかし、ブールは、猿の惑星を SF 小説に分類されることを拒否し、ソーシャルファンタジーと分類した。物語では、進化した猿が支配する惑星にて、人間は、知能のない動物として、猿に駆られ、 奴隷とされるその根底には、人間の知性は固定されて備わっているものではなく、知性がなくなれば、動物と変わりがないというメッセージが込められている。ブールがヒットすると思っていなかった、猿の惑星は、ベストセラーになり、サンフィールディングが翻訳した、英訳版も、モンキープラネット、プラネット・オブ・ザ・エイプスのタイトルで、それぞれ出版され、人気を得た。 ブールの作家仲間アラン・ベルンハイムは、新作映画の原作を探しに、パリを訪れた、アメリカの映画プロデューサーのアーサー・ P ・ジェイコブスに、猿の惑星を売り込んだ。ベルンハイムは、当初フランソワーズ・サガンの小説を紹介する、つもりだったが、ジェイコブスが、キングコングが先に存在していなかったら、私が作っていたと語っていたことを思い出し、猿の惑星を紹介した。 ベルンハイムはジェイコブスが気に入るとは期待していなかったが、彼は猿の惑星のストーリーに興味を抱き、すぐに映画化の権利を取得した。チャールトン・ヘストン、猿の惑星の主演フランクリン・ジェイ・シャフナー、猿の惑星の監督映画化の権利を取得した後、ジェイコブスは3年かけて企画を練った。彼は走行を書かせるためにロッド・サーリングを雇い、脚本を完成させた。 サーリングは小説の要素に変えて冷戦の要素を盛り込み、猿の惑星の正体は核戦争で荒廃した未来の地球という結末を用意した。ジェイコブスとモートエイブラハムズはチャールトン・ヘストンを説得して主演に迎え入れた。制作チームはヘストンのスクリーンテストを行い、この映像は現在も20世紀フォックスが保管している。当初、 制作費は1000万ドルを超えると想定されていたが、20世紀、フォックスは580万ドルまで減らすことを主張した。また、制作側は、ブール小説を映画化した、戦場に架ける橋の脚本を担当した、マイケル・ウィルソンを起用し、サーリングの脚本を手直しさせた。ウィルソンは、特殊効果の費用を節約するために、猿の文明を小説よりも、 原始的なものに変更した。この他に、脚本は大幅に改変されたが、冷戦の要素とサーリングが書いた、エンディングシーンはそのまま残された。猿の特殊メイクは、ジョン・チェンバースが手掛けている。物語は、ヘストに演じる、アメリカ人宇宙飛行士テーラー大佐が猿の支配する、惑星に降り立ち、右与曲折の末に惑星が、 人類文明の崩壊した地球だったことを知るというものである。エンディングでテイラーが自由の女神像を発見して絶望するシーンはシリーズを象徴するものとなり、1960年代の映画の中で最も有名なシーンの一つにもなった。映画は公開と同時に非評価から高い評価を受け、特殊メイクを担当したチェンバースは第41回アカデミー賞で、 アカデミー名誉賞を受賞した。20世紀フォックスは映画の工業的成功を受けて続編の制作をジェイコブスとエイブラハムスに提案した。二人は続編を想定していなかったが映画の成功を見て続編について検討するようになった。続、猿の惑星の企画は前作の公開から2ヶ月後に始動し、サーリングと原作者のブールに脚本を依頼したが、二人の 書いた脚本はどちらも没となった。1968年秋、20世紀フォックスは、ポールデーンを起用し、彼はその後のシリーズの脚本を担当することになった。ヘストンは続編への出演に消極的だったが、テイラーが最終的に死ぬこと、出演料を事前団体に寄付することという条件で、出演を受け入れた。ヘストンの希望で、 テイラーの出番が減らされたため、デーンは新たなキャラクターとして、ブレント少佐を作り出した。監督は引き続き、シャフナーが起用される予定だったが、パットン大戦車軍団を撮影するために降板したため、新たに、テッドポストが起用された。物語は、行方不明になったテイラーを探しに、猿の惑星を訪れたブレントを軸に展開する。 猿の村から脱出したブレントは、核爆弾をあがめるミュータント化した人類の住みかに潜入し、そこで、テイラーと再会するが、猿とミュータントの戦争に巻き込まれ、ブレントは死亡し、最愛の女性の場も失い絶望したテイラーは、核爆弾を起動して、地球を消滅させる。映画は、 前作と異なり高い評価を得ることはなく、前後作品の中で2番目に国評される作品となった。しかし、工業的には成功したため、20世紀フォックスは第3作の制作を検討した。第3作の制作決定後、ジェイコブスはデーンに電報を送り、脚本を依頼し、監督にはドン・テイラーが起用された。 20世紀フォックスは制作費を大幅に減らしたため、低予算での制作を余儀なくされた。主人公は、キム・ハンターとロディ・マクド・オールが演じる猿の夫婦に代わり、現代のアメリカが舞台となり、特殊メイクと高価なセットを作る手間を省いた。物語は、西暦3955年に炎上する地球を、宇宙船を修理したマイロの協力によって脱出できた。 コーネリアス・ジーラ夫妻が地球爆発時の影響によって高校に変化が生じタイムスリップによって現代の地球のアメリカ沖に着水するところから始まる人類はテーラー大佐が帰還を果たしたものとして宇宙船を回収したが中から現れた宇宙服を着た猿に衝撃を受けることになるアメリカ政府は当初猿として扱い各種実験をするものの 動物扱いされたジーラが抗議の言葉を発したことによって、エンジンとして扱われることになって待遇も変わり、夫妻はアメリカ市民から歓迎される。しかし夫妻への尋問によって、やがて猿が人類を駆逐し、地球の支配者になるが、彼らが引き起こした戦争によって地球が滅び去る、未来が判明すると、その未来を変えようと決意したアメリカ政府によって、夫妻は、 政治的に迫害され、結果的に死へと追いやられる。映画には、ジェイコブスの妻ナタリー・トランディも、ブラントン博士役で出演し、続く第4作と、第5作でも猿役で出演している。映画は、人種問題に重点を置き、作られ、これは続く第4作と、第5作の重要なテーマとなり、批評家からも好評を得た。第2作ほどではないが、 工業的に成功したため、20世紀フォックスは第4作の制作を決定した。シーザー役のロディマクド・オール20世紀フォックスは第4作の制作を決定したが、制作費は第3作よりも低い170万ドルしか認めなかった。ジェイコブスは引き続きデ園エンに脚本を依頼し、監督にはジェリー・トンプソンを起用した。トンプソンはジェイコブスが手掛けた。 なんという生き方。例の決死権でも監督を務めていたが、長期間スケジュールの都合がつかずに仕事を共にすることができず、この映画で数年ぶりに仕事を共にすることになった。トンプソンとデーンは、シリーズの副次的なテーマだった人種問題を第三作に引き続き描く方針を決定した。デーンは猿に、 アフリカ系アメリカ人の境遇を投影し、アフリカ系アメリカ人公民権運動や、ワッツ暴動の要素を脚本に盛り込んだ。物語は、猿が奴隷として人間に使役される中、コーネリアス・ジーラ夫妻の維持シーザーが、仲間の猿たちと共に、人間への反乱を起こし、地球の新たな支配者となる。評価は、賛否両論となったが、20世紀フォックスは、 工業的に成功したため、第5作の制作を決定した。全員5作品の中で最も低予算で制作された。スタッフたちは、第5作がシリーズ最終作になることを承知して、制作に参加した。監督は引き続き、トンプソンが務めたが、レーンは健康状態が悪化したため脚本を完成させる前に交番を余儀なくされた。そのため、新たに、 ジョン・ウィリアム・コリントンとジョイス・ H ・コリントンの夫妻が起用され、脚本を完成させた。第5作は、人種間闘争と支配に焦点が当てられているが、コリントン夫妻は一部のスタッフの要望に基づき、レーンの書いた悲観的な結末から、より曖昧な形での決着に変更した。物語は、 猿と人間の核戦争の末に荒廃した地球で人間との共存を図るシーザーと放射能に対する体制を獲得してミュータント化した人間との戦争猿の絶対的支配を望むゴリラたちの反乱とそれを乗り越えて人間と猿の共存社会が築き上げられた未来が描かれている第五作は制作費を上回る工業収入を記録したが批評家からは 前後作品の中で最低の作品と酷評された。酷評された一方で、ラストシーンについては論争を巻き起こした。映画のラストシーンは、シーザーの死後700年を経た地球で、猿の立法者が猿と人間の子供たちに、シーザーの歴史を語り、彼らの背後にあるシーザーの彫像が涙を流すというものだった。このシーンについて、 人種間の闘争が終わり、幸福な世界が訪れたことを喜ぶ涙という解釈と将来的に再び人種間の闘争が始まることを暗示する絶望の涙という二通りの解釈が存在する。アラン役のロン・ハーパーとゲーラニ役のロディマクド・ウォールロディマクド・ウォールの特殊メイク過程第一作の猿の惑星は高い評価を集めテレビ放送されるとさらに人気を得た。 これを見たジェイコブスは、猿の惑星を1時間枠のテレビシリーズとして、新作を制作することを考えた。この構想は、シリーズ最終作となる予定だった。続、猿の惑星へ制作中に寝られたが、20世紀フォックスが映画シリーズを続けることを決定したため、テレビシリーズ案は、棚上げ状態になってしまう。さらに1973年に、 ジェイコブスが死去したためシリーズも終焉を迎えたが、元20世紀、フォックス幹部のスタンハフが企画を引き継ぎ、1974年から CBS でテレビシリーズの放送が開始された。物語は、猿の惑星に迷い込んだ人間の宇宙飛行士アランと、ピートが、チンパンジーのゲーランの協力を得て、弾圧されている猿や人間を助けながら、ゴリラの追跡を逃れ、 元の地球に戻る方法を探るというものである。しかし、猿の登場時間が短く、似たようなエピソードが繰り返し放送されたため人気は低く、また制作費の高さも重なり14話で打ち切りになった。1981年、20世紀フォークスは5つのエピソードを編集して、テレビ映画を制作した。映画は2話分のエピソードを再編集し、 冒頭と結末のシーンに、進録したローゲーランを登場させた。評論家のエリック・グリーンは、テレビシリーズを、映画シリーズの未来を描いたものと指摘している。テレビシリーズの舞台は3085年の地球であり、これは、第一作の900年前、第5作のラストシーンから400年後の世界にあたる。グリーンは、猿が人間を支配する世界を描くことによって、 シーザーの願いが届かず、悲劇的な未来が訪れたことを示唆していると主張している。しかし、実際のテレビシリーズはシーザーが存在する前の世界観に設定されている。1975年、NBC は猿の惑星のテレビアニメ放送を開始し、制作はガグワイル D が中心となった。しかし、ワイル D は猿の惑星へと、 サ猿の惑星しか見ていなかったため、アニメシリーズでは人種間闘争は描かれず、2作品でテーマになった冷戦とベトナム戦争の要素が盛り込まれた。物語は、ビル、ジェフ、ジュディの3人の宇宙飛行士が猿の惑星に不時着し、惑星の三つどもへの争いに巻き込まれ、人間を守るために猿と戦うというものである。 アニメシリーズは13話放送され、第2シリーズで完結させることが検討されたが、実現せずに終わっている。シリーズ映画20世紀フォックスは1980年代に、入ると、と、猿の惑星シリーズの再始動を計画した。しかし、このプロジェクトは10年以上にわたり、開発時刻に陥り、映画史上長期間制作が実現しなかった企画の一つに挙げられている。 最初の企画はアダム・リーフ・キンが持ち込み、第一作の続編として制作される予定だったが、20世紀、フォックスは脚本の書き直しを求め、修正された脚本は満足のいく内容ではなかったため企画は流れてしまう。その後、企画はオリバー・ストーン、ついでクリス・コロンバスが中心となって進められたが、 いずれも20世紀フォックスと意見が衝突したため、制作まで話が進まずに終わっている。監督のティム・バートン1999年に、ウィリアム・ブロイルス・ジュニアが脚本家に起用され、企画に関する大きな権限を与えられた。監督には、ィーマジネーションを望むティム・バートンが起用されたが、彼は20世紀フォックスの提示した短期間の制作スケジュールに押され、 制作は急ピッチで進められることになった。20世紀フォックスは制作費として1億ドルを用意したが、ブロ・ルイス・ジュニアの脚本を実現するには足りなかったため、ローレンス・コナーとマーク・ローゼンタールが予算に見合う形に脚本を書き直すことになった。物語は宇宙を探査中だった宇宙飛行士レオが磁気嵐に巻き込まれて猿の惑星に到着し、猿に 支配されていた人間たちと共に、猿の軍隊に立ち向かうというものである。映画は、特殊効果は評価されたものの、混乱したストーリーと結末については、多くの批判を受けた。20世紀フォックスは、続編の制作を計画したが、バートンは続投に難色を示し、また、続編の企画にも、関心を持たなかったため企画は流れた。2005年、プロデューサー。 脚本家のリック・ジャッファーアマンダ・シルバー夫妻は猿の惑星のりブートを企画した。ジャッファは人間として育てられた猿のニュースや遺伝子研究の進歩に触発され遺伝的に強化、進化したチンパンジーと人間の過程を描くことを思いつき、夫妻は猿の惑星。 制服の主人公、シーザーの物語を再構成して、新シリーズを制作することを20世紀フォックスに持ちかけた。20世紀フォックスは、この企画を受け入れたが、脚本の執筆やスタッフを集めるために5年の歳月を要した。シーザー役のアンディ・サーキス2010年に制作が開始され、プロデューサーのピーター・チャーニンとディーラン・クラークは、 ジャッファシルバー夫妻を脚本に起用した。完成した脚本では研究者、ロッドマンの開発した薬によってシーザーが進化し、他の猿たちと共に人間との戦いに身を投じる。当初、映画は、猿の惑星、制服のリメイクと言われることが多かったが、制作側は、猿の惑星の起源を描くリブートと主張している。監督は、 ルパート・ワイアットが務め、シーザー役にはアンディ・サーキスが起用され、VFX はウェタ・デジタルが担当している。批評家は VFX とサーキスの演技を高く評価している。ウェタ・デジタルは第84回アカデミー賞と資格効果協会から賞を受賞するなど高い評価を得た。20世紀フォックスは映画の成功を受け、すぐに続編の制作を決定した。 監督と主要キャストチャーニンとクラークは創世期が公開された直後には続編の制作を計画し20世紀フォックスは1.7億ドルの制作費を与え2014年の公開を決定した脚本は引き続きジャッファ・シルバー夫妻が担当しシーザー役もサーキスが続投した一方監督のワイアットは制作スケジュールが短期間で 十分に物語を描くことができないことを理由に降板し、マットリーブスが監督に起用された。物語は、創世期の10年後となる。大半の人間はウイルスによって死んでしまい、共存を望んだシーザーは、互いの祖母の結果、生き残りをかけて、人間との戦いに身を投じることになる。批評家は、 魅力的な脚本と印象的な特殊効果の組み合わせを高く評価した。引き続き VFX を担当した植田デジタルは第87回アカデミー賞などで複数の映画賞を受賞している。チャーニンとクラークは新世紀の公開後にリーブスと契約を結び引き続き監督に起用し、新たに起用したマーク・ボンバックとリーブスが脚本を執筆することになった。 ジャッファ・シルバー夫妻は、チャーニーン・クラークと共に、プロデューサーとして参加することになった。物語は、新世紀から2年後となる。シーザー率いる猿と、神秘的なカリスマ性を持つ大佐率いるアメリカ軍との、生存戦争が続く中、家族を殺されたシーザーは大佐を探す旅に出かけ、人間との最終決戦に挑むことになる。批評家からは、 サーキスの演技力や特殊効果、複雑で道徳的なストーリーが高く評価されている。批評家はシリーズの重要なテーマを人種と考えている。オリジナルシリーズとスピンオフ作品における人種の存在に関する著作を執筆したエリック・グリーンは一つの壮大な物語として見るとき、エープス・サーガは人種紛争のリベラルな偶話として現れると述べている。 彼の解釈によると、フランチャイズ作品のシナリオは、葛藤の中で猿と人間が互いを相互に、征服し合うものだという。また、猿と人間の際は、肉体的なものだけではなく、社会的な力により、人種の優位性が決せられ、シリーズは映画ごとに、人種のパワーバランスを変え、観客はそれによって、猿と人間を識別する。シリーズの中心的なメッセージは、 未解決の人種間の対立が必然的に厄災をもたらすことと指摘している。このグリーンの解釈は多くの批評家たちの賛同を得ている。しかし、ジェイコブスとエイブラハムスは第一作には意図的に人種紛争を盛り込まず、サミー・デイビス・ジュニアに指摘されるまで人種紛争の要素があることを認めなかった。その後、制作サイドは複次的なテーマだった。 人種紛争を、新、猿の惑星以降の作品で主要テーマとして扱うようになった。数人の批評家は、リブートシリーズは人種紛争のテーマを軽んじていると批判しているが、他の批評家は微妙に人種紛争の要素は込められていると反論している。冷戦と核戦争の脅威は、第一作でサーリングが主要なテーマに選んだ要素である。 映画はディストピアを描いた終末ものであり、世界の破滅の緊張感が存在した時代を反映している。また、抑圧的な猿の社会と変異的な都市は、冷戦下の西側諸国、東側諸国の双方を批判していると指摘されている。グリーンによると、冷戦の要素は、第一作、第二作とスピンオフ作品で強く描かれていたが、第三作以降は、 人種紛争が中心となったため描かれることが少なくなったという。動物の権利の要素も作品数を重ねるごとに強く描かれるようになった。グリーンは人種紛争に関連して盛り込まれるようになったと指摘している。第一作ではテイラーが知性のない動物として猿から虐待されており、後の作品では人間が同じ理由で猿を虐待している。 霊長類の権利に関するテーマは、リブートシリーズで顕著に描かれている。シーザーと彼の仲間が、人間社会の中で迫害されていることを描写することで、この権利問題を社会的に呼び起こしている。映画に登場するチンパンジーの衣装、猿の惑星は、オリジナルシリーズや、テレビシリーズが終了した後も人気は続いた。ファンたちは、 マーベルコミックから出版されたコミック版、猿の惑星や SF 大会などのイベントを通して関心を持ち続けた。シリーズで猿が着ている特徴的な衣装は、ポール・ウィリアムズやマイク・ダグラスのライブ衣装を作る際の参考にされた。1970年代には、ビル・ブレイクとポーラ・クリストという二人のファンが、コーネリアスとジーラの衣装を作った。二人の作った衣装は、 20世紀フォックスがイベント用にライセンスを買い取るほどの出来栄えだった。シリーズは後年の様々な作品に影響を与えた。スピンオフ展開やマーチャンダイジングなどの制作手法はハリウッドにおけるフランチャイズ商法の新しいモデルを確立した。1970年代から1980年代にかけてエイリアンネーション第5惑星 V カマンジ SF ドラマサルの軍団などのシリーズの影響を受けたディストピア作品が相次いで制作された。SF 作品のパロディが散りばめられたスペースボールには第一作を意識した地中に渦漏れた自由の女神像が登場している。シリーズ人気は1990年代に入ると新作映画の情報が流れたことで再び盛り上がった。グリーンはこの動きを ポップカルチャーノスタルジーとベビーブーマーエコノミックスの組み合わせと述べ、最初の映画が公開された時に耳を傾けた世代の政治的熟成と同様のものと指摘している。この時期、マリブコミックスシリーズの出版を機に、ファンたちはアメリカカナダブラジルで新しいファンクラブやウェブサイトを立ち上げ、企業は衣装、衣類、玩具などの商品を相次いで発売した。 人気のサイドの盛り上がりとともにアーティストによる楽曲やサタデーナイトライブのコーナー、デニス・ミラーとポール・ムーニーの映画など様々なジャンルでシリーズが影響を及ぼしている。ザ・シンプソンズでは複数のエピソードで猿の惑星が題材になっている。猿の惑星のテーマは様々な政治グループによって引用され政治的、人種的な球場を表す言葉として 猿の惑星のタイトルが用いられている。グリーンによると、特に人種民族主義者や、反動活動家の間で人気が高く、著書で、極右の白人たちは、黒人たちの地位向上を、フィクションの世界の人種的、下級者になぞらえる行為を今も続けているのだと、述べるなど、人種闘争に関連して言及されることが多いと、される。また、 白人至上主義者は猿を人種的少数者に見立て、彼らの社会進出を危険視し、黒人ナショナリストは映画を人種的目視録と主張している。1994年にダーレンチモブは、プラネット・オブ・ダ・エイプスと題したアルバムを発表しているが、グリーンはアルバムを反人種差別主義的メッセージを逆転させていると述べている。 第一作のラストシーンに登場する自由の女神像も政治的主張に利用されることが多く、環境保護団体グリーンピースはこのシーンを核実験反対運動の広告に使用している。シリーズのテーマやイメージは1960年代の文化、都市部の崩壊、現代の戦争、銃の暴力などの政治的議論の場で言及されている。ありがとうございます。